いやだったら断りよかった話でね、もうあの終わってからの言い訳も聞きたくないんで、うん、だったらもう1年でも2年でも海外行って、あの次の2試合目まで僕らオファーしませんから、あのゆっくりトレーニングして準備できたら手を挙げてください、はい、あの今回も僕らが出ろ出ろって言った気は1ミリもないんですけど、そういうことをこういう場で言うんであれば当分いらないです。